用した映像。映像の趣味が一番俺と梶先生が合わない。なんかこう、そこも含めて、こう、好きなのやっちゃってみたいなとこもやっぱあるんで、あの、単純になんか、言い方悪いけど、もう、一ファンなの俺。バブスの。あ、で、出来ましたっつって来て、出来がファイルを開けて、うん、もう、どういうんだろうみたいな、もう。まあ、ワクワク感もね。そう、やってますよね、それ。としてやってるから、はいうん、ジェットバッグ1本だけを撮るんだったら違う撮り方ってのがあるけど、はいはいはい、まあ10年やってきましたっていうので4人でまた頑張ってきますみたいな感じの絵にっていうところもあったし、はいはいね、10周年のそのプロジェクト全体で考えるとっていうので、うん、結構その正解をさ、うん、一応その、まあ、じゃあ絵コンテ出した方がいいとか、うん、カット割りの数値出した方がいいとかっていうのでやるけど、結局あの生もんだから、音もそうだし、演奏もね、だから撮って、まあ、この間もね、あの電源が落ちるっていう撮影中にね、大変でしたね、それは。あったわ。があって、結局、そのスケジュール通り行かないとかも出るじゃない、うん、だから、その生もん感をその決め込んじゃって、コンテにはめていくってなると難しいっていうので、その直感でその時に動かせるかどうかの問題になってくるじゃん。うん まあリアル失礼じゃねえよ。がっつり間違いやがったこいつと思って。うん、よし次は。しかし今回ね、これね、ジャンの顔が全然見えねえの。あでもジャンさんそんないつもさ顔上げて引いてないよね。引いてないんだけど、あの照明の当て方とかもあって、うん、ジャンの顔がね全然浮いてこないんだよ。まあいいんじゃないですか、別に見える顔でもないし。だいぶ言ったね、君。だいぶ言ったね、今。怒られちゃうやつ。怒られちゃう。まあまあ、うちのバンドはカジタケシだけ見えてもいいですよ。カジだけでいいんだよ、もう。俺のバンドだぞって。俺を映せよ、俺をって。合成で全部顔カジタケシにしてもいい。俺らいらない。いらないカジタケシ。カジタケシ。そしたらずれてるところ 1B かな確かだよね。目頭ちょっとやばかった。
いや、これ合ってんの。あれ、なんだろう、なんだろう、白いか。処理ばっかりはな、今みたいにちょっと時間置いてとか見たことないのわからない。そうですね。一回もちょっとまたここからさらっと流してもらっていいですか。ちょっとサービスの違いですね。ちょっと一回ちょいざらしてみます。ええな、早いかな。こんなのがやっぱ自然に見えますけどね、俺は絵的に。だって出てんだもん。いや、そうなんですけど、俺はやっぱこっちの自然に映っちゃうんですよ。じゃあいいよ、もう言うならそういうこと。そこを責められると、編集やってれば、じゃあもう決めてくださいしかないよ。そうですね、確かに。こういうこうディスカッションはできないですからね。そう、できないから、なんかもうじゃあ決めてよっていう。そう、わかるんですね。やっぱこっちですね。誰も触れないよりよりで忘れたし、またついてマスタップで、マスタップで、まあ、ラフな感じで構わない。少し頭かいたりとかコームある、コーム、あ、コーム、ここか。プロレスラーのアーシャみたいな。本当だ。もう完全プロレスラーのアーシャじゃん。はい先生、あのピントとか大丈夫ですか、合わせられます。あれ今撮れちゃった。先生、写真撮ってます。先生何やってるんですか。アシャイ。サインスやったものまねのクオリティが大して上手くないんだけど、でもやりたがるんですよね。それはすごいですよね。それやりたがるの。これでもう今回ってるんだよ、ね、チェンジして、はい、あとは適当に。あ、いいとこだよ。ありがとうございます。いや、多分いいとこさせてくれた。素材として。どういうふうに差しゃいいんだかわかんない。いいもう上下だけでいい。上下だけで、はい、やめてよそういうの取れないんだから、なるんじゃないんだから、そういうのやめて、カンになっちゃうから、えってなるからさ、解散しちゃうからね。やっと割にそのリスクの割にあんまビターンないんだから、それやっても今のラストにしよう。ジェットブロックの締めで見て笑いでるリターンあんまないんだから、それいいかな、こうなんで。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。お決まりでしょうか。皆さんフォーラー欲しいから